ビショップは地図の駒の一種、僧女を表す。英語のビショップはキリスト教の聖職者である僧女を意味する。駒の形が主教官に似ているためであろうという。この駒はサンスクリットでハスティン、ペルシア語でピールと呼ばれ、いずれも像を意味した。アラビア語はペルシア語を借用してフィールと呼んだ。現在のスペイン語の名称、アルフィルは アラビア語の借用である。また、ロシア語のスローンも象を意味する。シャンチーでも象と呼ばれる。ただし、現在のヒンディー語でハーティーと呼ばれるのはルークであり、ビショップはウントと呼ぶ。他の西洋の言語では様々な名称で呼ばれる。ドイツ語ラウファー、イタリア語アルフィーエール、フランス語フなど、インドでのこのコマの動きには、 以下のいくつかの編集があったが、いずれも現在のビショップとは異なっていた。このうち、第一のものがアラビアや西洋に伝えられた。現在のビショップの動きは15世紀末の文献に見られる。ビショップはクイーンと並んで西洋で大きく動きの変更された駒になった。ビショップの初期配置ジロビジョップは C1 と F1、黒ビショップは C8 と F8 に配置する。 ビショップの動き方1白マスのビショップの動きビショップの動き方に黒マスのビショップの動き図1的のコマを取ってそのマスに移動できる図に味方のいるマスには移動できない図3他のコマを飛び越えることはできないクッドビショップの 0D5 の白ビショップがよく働いている次にリナナとすればほぼ白勝ちバッビショップのレイジロは圧倒的にコマ毒しているが これでは、勝つことができない。カトリック教会では、司教。聖教会や聖公会では、司教と訳す。ファーガスズニホ、ハンス・バッドレンダー、ピスクロペリア、ビショップ。CHESSVARIANTS.org、2015年8月9日閲覧。ABC、インディアンチェスセッツ。History of Chess、2015年8月9日閲覧。 ヘイスティと書かれているのは母音に続く時の形。ジーン、ルイス、カゾ、チャチャン、オアチャトランが、ザ・オルデスト・チェス。ヒストリー・オブ・チェス。2015年8月9日閲覧。マスカワ・コウイチ。チェス法政大学出版社。モノと人間の文化史110。2003年。104。ホルティシモ。厳密に表現すれば、名色マスのビショップと、暗色マスのビショップになる。英語では、 マイナーピース、または、ライトピースとなる。それぞれの用語、を、有料ビショップ、不良ビショップと訳している文献もある。チェス戦略大前一ルディック・パッハマン、小笠聖一役表現者 ISBN978 から4から828205342。ありがとうございます。